ちまうことを隠してたことだ。隠しときたいってご飯の気持ちもわかる。だけど俺たちずっと一緒に戦ってきた仲間じゃないか。そんな重要なことをなんで言ってくれなかったんだよ。本当のことを言ったら俺がビビって出場しないとでも思ったのか。ビビんねえか。ビビる。だから出場しない。感動しそうだったのに惜しいの。頼むクリリン、この大会は力だけじゃ勝てねえ。おめえの機転が効いた戦い方が必要なんだ。だから出てくれよ。だったら最初からそう言えよ。なるほど、そういうことか。おい、スルリン。クリリンです。出場しろ。そして制限時間まで落とされず、どんな手を使っても生き残れ。これは命令だ。断ればこの場で破壊するぞ。ありがとな、クリリン。くそ、どうせ出場するならかっこよく決めればよかった。だけど18号さんは多分賞金がないと出ないぞ。ああもういいわよ、欲しい人には私が払ってあげるわ。本当か。その代わり絶対優勝して帰ってきてよね。はあ、恩に着るぜ。それでもまだ9人には変わりありませんね。時間がないぞ、時間が。誰かいないのか。宇宙はバカみたいに広いのに、メンバーは鼻くそみたいな地球にいるやつばかりじゃねえか。大体お前たちがフリーザ軍の連中をぶっ潰してしまったからだぞ。なんだよ。ビルス様の言う通りだよ。フリーザだ、フリーザがいた。あいつを10人目にし